はい、どうもこんにちは、フィギュアですキート一貫です。今回で3回目になるんですが、渋谷パルコのワンスラッシュさん、ご存知でしょうか。ワンスラッシュさん、これまでにもソフィーのアトリエのソフィーの等身大フィギュアとか、例のね、600万円くらいしたやつですよね、販売されていたやつだったりで、前回はカノカリの水原千鶴の等身大フィギュアなどを展示されていまして、まあ、それはね、販売はなかったんですけど、その等身大を小さくした7分の1スケールのフィギュアなんかは販売されています。まあそっちがね、メインなんでしょうけどね。で、今回がその第3弾になるんですが、キリタくんでおなじみのソードアートオンラインのアスナが77なんとウェディングドレス姿になって展示されておりましたので、今回もですね、じっくりと舐め回すように撮影をしてまいりました。場所は渋谷のパルコであるということで、まあ、いわば僕らオタクのアウェイでもあるせいで、まあ、毎度毎度空いております。まあ、もしこれがね、秋葉で展示されていたらと思うと、まあ、常に混雑とまではいかなくても、誰かしらね、まあ、平日でも見学者がいるとは思うんですが、毎度毎度渋谷の方は空いております。まあね、秋葉にはね、パルコがないので仕方ないんですが、なのでアトレスラッシュとかどうでしょう。で、今回のアスナです。今回の等身大アスナもすごかったですよ。これもっとね、話題になってもいいと思うんですけれども、思っていたよりも想像以上に良かったです。まあ顔とかはね、アニメ顔なので、まあ人形だっていうのはパッと見で分かっちゃうんですけれども、本当にね、最近の等身大フィギュアはよくできているというか、まあ塗装もね、造形も完璧でした。ウェディングドレスが白いので、まあ、髪の毛の色なんかもあえて少しね、明るめにしている感じだったし、まあ、肌色も少し明るめなのかな。まあもともとね、アスナは色白なんですけれども、いやー、でも本当にね、等身大フィギュアになると撮影するのも、まあいつもとはちょっと違った気分で、何かね、こうグラビア撮影でもしているかのような、そんな感じになりますね。で、今回もこのフィギュアは、先日僕の動画でも紹介した VTuber のうさだぺこらの等身大、あれもまだね、秋葉原のアニメイトに展示されていると思うんですけど、あれも着物がね、本物のやつだったんですけど、あれの中のフィギュアを制作したのがデザインココさん。よくスケールフィギュアだと渋谷さんのフィギュアとかを制作されているメーカーです。で、そのデザインココさんが今回もこの等身大のアスナを制作されています。今一番等身大フィギュアで熱いメーカーですよね。で、今回のこのアスナの等身大フィギュアは、前回のカノカリの水原千鶴の等身大フィギュアと同じで、なんと服が本物です。まあ、本物というか、このフィギュアのために布であつらえていると、まあ、制作されていると、そういうフィギュアになっております。一般的な等身大フィギュアは、なんだろう、硬い発泡スチロール、まあ、素材はちょっとね、僕もわからないんですけれども、まあ、PVC だとね、重すぎるし、加工も大変だと思うんで、まあ、なのでね、そんなものを使っていると思うんですけれども、で、その素材で衣装まで作ってしまうのが一般的な等身大フィギュアなんですが、だからそうなると衣装と本体の切れ目というか、隙間がなかったりとか、まあ、一体化しているわけなんですよね。ですが、今回のこのアスナは、まあ、言い方があれなんですけど、マネキンのような構造で、おそらくアスナの裸体をまず最初に作って、で、それに今回はウェディングドレスを、まあ、フィギュアに合わせて採寸して着せていると、多分ね、そんな感じなんだと思います。で、今回のこのウェディングドレスも特注品です。これはね、服飾専門学校のメジロファッション&アートカレッジさんが制作されたらしいです。まあ、ドレスがね、真っ白なので、ちょっとね、透明だと分かりづらいんですが、このように近くに寄ってよく見てみると、分かりますかね、この胸の下あたりとかに刺繍のようなものがあしらわれているのが分かりますかね。ここら辺がね、すごく細かくて綺麗、本当にね、綺麗。これどうやって作ってるんですかね。やっぱりミシンとか使ってるのかな。あと他にもですね、足元の裾のあたりとかにも、こうぐるっと囲むように大胆な刺繍が施されていました。近くで見るとね、本当にすごいです。これ同じ色だから余計にこう繊細に見えますよね。まあ、ここまで本格的な等身大フィギュアに対するウェディングドレスを着せるというのも、まあ、これが初めてではないですかね。前回のうそだぺこらのね、和服着物もすごかったんですけど、このアスナもね、負けてませんよ。
で手にはブーケを持っていて、まあこれもね造花なんでしょうけれども、まあ、白いドレスに合わせた白い花、何の花でしょうかねこれは。でちゃんと葉っぱなんかも作られていますし、まあ、白いドレスにほんのりとしたねアクセントになっているんですが、このグリーンの葉っぱとあとその下にある赤いリボン、まあ、アスナといったらイメージカラーが赤になると思うんですけど、その赤いリボンが床までね垂れていくと、ここら辺もなんかこう上品で綺麗でしたね。で他にもですね、装飾で言うとこの首のネックレス、まあ、これもねイミテーションなんでしょうけれども綺麗でした。これはね真珠なのかな、でもねここにも少しねこんな感じで赤が入っているのがいいですよね。なんだろう、まあ全体的に派手さのないお嫁さんっていう感じ。あとはなんだろう、こう腕のところにもこう何かね金属のリングのようなものがついていたり、でね右手、これがね右手なんですけど、この手自体もねすごく丁寧に造形されているんですけど、なんかこれ見てるとね指の間に自分の指を絡めて恋人握りができそうですよねすいません、ですいません話がそれましたが、よく見るとね中指に指輪がはめてあるんですよ。で気になったので左手の薬指には指輪があるのかと見てみたのですが、ご覧の通りでちょっとねブーケに隠れて見えませんでした。ちょうどね赤いリボンに隠れてて見えないんですよ。ここはねこうちらっと見えるように工夫してほしかったかな。でもあれか、指輪ってつける前もあるんでしたっけ結婚式の場合は。いやでも本当にね生生地いいですね。しかも等身大だからそんなにね違和感が出ないと。これスケールフィギュア、あの7分の1とか6分の1とか、まあ、あるいはね4分の1とかでもやっぱりね違和感は出ちゃうんですよ。で肝心のお顔ですね、ここはもうさすがのデザインココさんです。どっからどう見てもどの角度から見てもアスナそのものよくできてます。なんだろう、お嫁さんらしいほんのりとねチークを乗せていて、で純白のドレスにマッチングしていました。これはチューしたいすいません。髪の毛も色が明るめで、光に当たってこう反射して見えるようなシャドウも、まあ、白でね丁寧に吹き付けられていました。結構ボリュームがあると思うんですけど髪の毛の方も、でもね明るめの色でその重たさを減らしている感じかな。いやーいいですね。僕は特にアスナ推しではないんですけど、もうね抱きついてチューしたいくらいでしたよ本当に。ただ残念ながらねお触りは禁止でしたけれども、まあでも本当にね必見です、このアスナは必見です。でこの展示は2月の7日まで開催されているようなので、もしね渋谷に行かれるようであれば、まあ大体空いてますから、特に平日は、なので見に行かれてはいかがでしょうか。でこの等身大フィギュアの販売は今のところは予定されていないんですが、このフィギュアの7分の1スケールに小さくしたものが販売予定となっております。でその原型もね展示されていました。これ色がついてないのが本当に残念なんですけれども、これはね全部 PVC です。あの布とかは使ってません、全部ねプラスチックです。なのでこのドレスを脱がして生まれたままの姿にすることはできません。でこれはまだね受注も開始されていないっぽいです。近日受注開始になると思います。はい、ということで今回は等身大フィギュアのご紹介でした。あの最近多いですね等身大フィギュア、まあ販売目的というよりはプロモーション的な要素が強いんでしょうけれども、いつかはね一体自宅に等身大フィギュアなんて未来がね待っているかもしれません。ではでは。